こんにちは、鉄道博士だよ。本日はですね、2020年7月5日です。昨日7月4日からね、しなの鉄道の新型車両 SR1系ライナー仕様が営業運転を開始しました。昨日はね、 SR1系軽井沢リゾート1号軽井沢から終点の妙高高原まで全区間乗り通したわけなんですけれども、この軽井沢リゾートっていう列車には軽食付きプランっていうのも用意されてるんですよね。本日はですね、長野9時10分発軽井沢リゾート2号に乗ってですね、今度は軽食付きプランで軽井沢に行きたいと思います。指定券は事前にクレジットカード決済してあるんですけれども、乗車券はまだ買ってないのでね、券売機で買います。それではね、改札に入りましょう。長野駅はスイカは使いません。ありがとうございます。この列車は特別快速軽井沢リゾート2号軽井沢行きです。止まります駅と時間をご案内いたします。まず八代9時23分上田9時39分中軽井沢10時7分終点軽井沢には10時12分の到着予定です。
なお手洗い前の車両後方にございます。また2号車のテーブルを備え付けてあります お席は食事席となっております。なお食事は1週間前締め切らさせていただいております。本日のご予約はできません。ご了承ください。次は社に泊まります。なお私吉里が終点軽井沢まで乗務させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では本日快適な旅をお楽しみください。というわけでね、運転開始2日目の SR1系 軽井沢リゾート2号に乗りまして、真長野からね、この軽井沢まで、参りました。で、今ね、軽井沢駅で SR1系 から降りるときにですね、信濃鉄道の職員の、奥村さんというのがね、鉄道博士チャンネルをご覧いただきたいということでね、声をかけていただきまして、鉄道博士的にはですね、この
信濃鉄道さんっていうのは、まあ、非常にね、まあ、115系で今回ね加わった SR1 系っていうことでやっぱり車両自体がすごく魅力的であるし、あとはまあその特にねあの鉄道マニアとかじゃなくても、まあ、この、まあ、軽井沢ですとか、あとはこの沿線のね、まあ、風景とかあの観光名所とかあの非常に、まあ、魅力がある鉄道だなっていうふうに思ってますんで、まああのそうですね、まあ、関東地方ね、まあ、東京から新幹線でこの軽井沢まで、65分ぐらいで来られるので、まあ、結構ねあの、まあ、東京在住の方にはねあの来やすいと思いますし、まあ、今あの北陸新幹線金沢まで行ってますから、まあ、北陸地方の方もね来やすいと思いますし、でまあ世界中からね今ちょっとあのコロナの関係であの来てないですけど、ね、まあ観光客がね今年の初めぐらいまでは、まあ、世界中から観光客が集まっていたこの軽井沢ですんで、まあ、日本それに比べればね、まあ、日本国内から、まあ、来ることなんてね、まあ、非常に簡単なことだと思うんで、今回ね、SR1系がライダー仕様、2両編成が3本ね、まあ、6両入って、まあ、115系のみというのはもうなくなったわけですけれども、それでもまだね115系多いですし、結構ね、まあ、魅力にあふれる鉄道なんじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひ信濃鉄道 SR1系に乗ってみてください。鉄道博士チャンネル登録よろしくお願いします。